ステーシー・エリザベース・プラスケットは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、アメリカ会員大議員、民主党員。1966年5月13日、プラスケットは、ニューヨーク・ブルックリンクで生まれた。父は、ニューヨーク市警の警官で、母は裁判所の職員だった。1988年、ジョージ・タウン大学を卒業し、学士を取得。法律事務所などで、 フルタイムで働きながら、夜間のロースクールに通い、1994年にアメリカン大学で法務博士を取得して卒業。弁護士としての活動を始めた。ニューヨークのブロンクスで地方検事法を務めた後、アメリカ会員倫理委員会、司法省などで働いた。2007年から両親の地元、アメリカ用バージン諸島の経済開発局で勤務。 2008年に支持政党を共和党から民主党へと変更した。2012年、プラスケットは民主党予備選に出馬した。現職旧期のドんナ・クリステンセンが57.48%の票へて当選したが、プラスケットも42.49%の票を獲得するなど検討した。2014年、再び民主党予備選に出馬。現職のクリステンセンが 会員大議員からバージン諸島知事への蔵替え出馬を表明していたこともあり、バージン諸島議会上院議長のショーン・ミシェール・マローン、元上院議員のエメット・ヘンセンも予備選に出馬した。予備選の結果、クリス・テンセンが50.4%の票を獲得し、当選。民主党候補としてアメリカ会員大議員選挙に出馬し、90%以上の票を獲得して、 無事当選を果たした。2016年選挙、2018年選挙では、対立候補もなく90%以上の票を得て、当選した。2020年選挙では、無所属の対立候補が出馬したが 87.、87.84%の高い得票率で4選を果たした。議会議事堂の襲撃事件を受けて、2021年1月12日に、プラスケットは、 ドナルド・トランプ大統領第二次弾劾裁判の会員弾劾マネージャーに指名された。2017年7月、プラスケットの議員事務所の元スタッフ2名がプラスケットと夫のノード写真やビデオを違法に公開したことに関連した罪で起訴された。起訴状によると修理に出していたプラスケットの iPhone から写真や動画をスタッフがコピーし、Facebook のアカウントを使って公開したとされる。 ありがとうございます。